こんにちは、ゆうたです。今日はですね、バックログという言葉について、いつものように3分くらいで、説明をしたいなと思います。はい。で、まあ、今日はですね、ちょっとそのいつもやってるような割と一般的な単語ではないのかなと思うんですけれども、ちょっと僕が今日勉強したところなので、忘れないうちに自分の知識定着のためにもですね、動画にしたいなと思って動画を撮らせていただいております。で、バックログっていうのはですね、これはログとかではないんですね。シスログとか、そういうものではなくてですね、サーバーアプリケーションの、位置設定であるわけですね。有名どころで言うと、アパッチだったり、エンジン X だったりの、設定項目の一つになります。で、確立されたセッションを OS で、いくつ保持するかという、そういう設定なんですね。で、これがですね、どういうことかと言いますと、クライアントからサーバーに対して、どこどこのページをくれと、そういう接続要求を、出す時のことを例に、ですね、お話を、ご説明をさせていただきたいと思いますけれども、 そのサーバーアプリケーション、今回だと、エンジン X というですね、アプリケーションを例にとって、説明しますけれども、例えば、エンジン X がですね、ごめんなさい、エンジン X というか、エンジン X の下というか、エンジン X で、またさらに処理されるアプリケーションとかがですね、あった場合というのを想定しております。で、例えば、ここのアプリケーションが、なんだろうな、1個だけしか、その要求をですね、接続要求を処理できない場合ですね、1つだけ。で、その場合に、さらにですね、エンジン X のバックログの設定を、例えば、どうしようかな、5にしますか、5とした場合ですね。で、その状態で接続要求を、10個のですね、端末からガーってアクセスした場合、っていうのはですね、同時に行くものですから、このアプリケーションはですね、一つは、アクセプトして、要求を許可して、それを処理することができます。で、バックログの設定ですね。この確立されたセッションを OS でいくつ保持するかというところですね、5個、5つは、OS で保持しているんですね。で、これっていうのは、急という感じですね。なので、待ち行列なので、こういうふうに、どんどん要求が、並んでいく感じで、先に来たものからどんどんこのアプリがですね、処理をしていく感じになるんですけれども、それが一旦はですね、5個までしか保持ができないわけですね。なので、10個送ったら4、この6個は処理されるけれど、残りの4っていうのは破棄されてしまうんですね。なので、このバックログ設定っていうのが、そういうところで、なんていうのかな、その力というかですね、そういうその大量の、リクエストがある場合に、ここの設定をですね、チューニングするといったような感じになります。なんていうかな、例えば1000人、同時1000人だったり、1万人だったりが、使うような、
アプリケーションとかですね、まあソシャゲとか、ソシャゲだけじゃないですけど そういうものっていうのは、このバックログの設定をですね、ある程度大きい数字ですね、何千、何百、何千、何万といった数字を確保しておく必要があるわけですね。で、まあ今日、これもまあ余談なんですけれども、ここの設定がですね、ちょっとまあいけてなくて、なかなか思ったような、そうですね、その負荷試験みたいなのをやったんですけれども、同時に何千何万というアクセスをした時にですね、どうも取りこぼしがありそうというので、いろいろその設定をですね探していったら、ちょっとここに行き着きまして、どうやらこれが怪しいなというところで、設定したらある程度改善したんだっけかなっていうので、ちょっとこのバックログという言葉ですね、勉強したので、同じこと言ってますね。この動画にした次第でございます。3分と言いつつもですね、6分30秒に、なっております。申し訳ありませんが。では、この辺で動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。では、また見てください。バイバイ。